ああ、まあ今回ばかりはてめえの言う通りでいい。俺が忍者が好きだって誤解されるのに比べりゃな。さらに誘われたから来たってので合ってるよ。なんだよその含みありげな言い方はよ。え？いいか、忍者が好きだとか一言でも言ってみろ。次の瞬間てめえはミンチになってるからな。やべ、周りの目が。おい、移動するぞ、こっち来い。うるせえ、あんなの聞かれてここにいられっかよ。はぁ、あ、口が滑った。嫌いってわけじゃねえのによ。別に嫌いじゃねえよ、好きってわけでもねえけど、服部のやつには借りがあるからな。忍者の連中がすげえってのは知ってんだよ。だからって真似事して楽しいって年でもねえだろうが。それだけの話なんだよ。わかったか？嫌いなわけじゃねえからな。うぅ、見ろよ、三つ当たったぞ。できるわけねえと思ったが、なかなか才能あるんじゃねえの？はっ、やべ、手裏剣投げなんかに夢中になっちまった。くそ、仕切り直した。一旦リセットだ、リセット。腹減っちまった。何か食おうぜ。なんだこれ、団子か？なになに、一個で一日分の栄養、兵糧丸。この丸っこい団子に一日分の栄養。マジかよ、うさんくせえな。でも面白いじゃねえか、うさんくせえのがいい。食ってみろよ。いいじゃねえか、俺のおごりだ。わかったよ、じゃあ一日持たねえで腹が減ったらおめえがおごれ。それでトントンってことでいいだろ。まあこんなとこだろうな。それなりにうめえけど感激するってほどじゃねえな。にしても重いな、重い。これは一日持つわ。やべ、夕飯サラたちと食べるっての忘れてた。おい転校生、アスレチックに行くぞ。てめえも約束してただろうが、腹減らさねえと。こっから全部のアトラクション制覇する勢いで行く。いいな。